え、サインどこに書こう。書きます。あ、サインじゃない、間違えた。サインじゃない、1枚目から間違えた。危ない。3枚、あみつさん3枚、ありがとうございます。3枚引こう。ねえ、もう1枚目から間違えた、ごめんなさい。今日もこれから引いてます。もう間違えた、あー、ごめんなさい。あみつさん3枚ある。サイン会じゃなくてチェキ会です、ごめんなさい。なんか、ね、3人に質問があったらぜひ質問とか。3人にお姉ちゃんの時間だよ。1枚渡すね。はい、バトンタッチ。こんにちは、あんみつさんいないかな。2枚と3枚あるので、あんみつさんもね。難しいね、これ初めての試み。なんて書こうかな。よし、3枚目、バトンタッチ、イエイ。仕切り板にスマホ映ってる、確かに確かに恥ずかしいですね。お顔とバカありがとうございます。ありがとう。え、ほら、もういいですか。ではでは、次どんどんいきます。1番だぜ、やったね、よかったよかった。次2人目いきたいと思います。2人目、伊藤ひろしさん、いきます。1枚引きますね。ああ、引いて私が書いたら見せようと思います。ドン。お、受けるこれは。2枚目、伊藤ひろしさん。普段3人でご飯とかいつもおんぶしてるの。普段3人でご飯、え、まだ行ったことないけど行きたいは行きたい。てかニキと私あんまご飯まだコロナのせいで行けてない、うん、大人数で行けん。でパーカーいいですか、イエイ。伊藤ひろしさん、さこちゃん、ひめたんって呼ぶときもある。海ほりんだ、あ、嬉しい。あとゆきりかは、ゆきりかメール来てよかった。伊藤ひろしさん、さこちゃんにバトンタッチします。あみつさん、ドン。フードをかぶると平井心したい、かぶろうかな。買うとこかな、この間に。じゃあ次の方行きたいよ、引いとくね、次の方。次3人目、いずちゃさん、いきます。いずちゃさん、いきます。あんみつさん、鍵開けでした。あんみつさん、どん、来た。これ髪の毛どうしたらいいかわからんね、収納できない髪の毛が。君が気になってしまう、君が、いや、てら、いずちゃさん、3人目。伊藤さん、おんぶのやつ、しかも自分がおんぶするやつです。おんぶされてます。本当、いずちゃさん、そう、おんぶでもそんな3枚ぐらいしかない。うん、レアですね。レアです。ご飯行こうよ。え、行きたい行きたい、いっぱい食べるし。食べちゃう。バトンタッチ。行きたい。何食べよう。書くこと迷う。ね、書くこと迷うんだよな。ちょっと初めましての方もおるし、書く方で。ね、質問ありますか、3人への。最後の方に応募したからもっと後だと思ってた。確かに。あ、
なんか雪だるまみたいやけどね。雪だるまつくになっとるよ。あ、でも白い毛こっちの方が雪だるまっぽいか。チロ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 、お、ありがとうございます。じゃあ次、としきさん2枚やります。としきさん2枚引きます。ありがとうございます。3枚引いてしまった。ブン、いきます。書きますね、とりあえず。おお、なんか家族写真みたいなやつ出てきた。そう、パーカーで揃えたね。揃えたね。そう、何色を誰が担当、担当っていうか迷った。そうそう、はい、1枚バトンタッチ。誰が言ったの？そう、パッカー邪魔になってきた。さっきのやつ見せるの忘れだったけど、ピエンとか書いてます。こんなやつでした。ありがとう。次、え、なんやろ、え、しゃぶしゃぶ食べたい最近。なんかお鍋、寒くなってきたけん、お鍋が食べたい。紐結びの可愛いよね、これ。ゆきりかが教えてくれた。そう、流行りの。そう。じゃあ、おしゃれです。ありがとう。3人の中で誰が一番髪の毛長い？お、ほ、あ、姫たんじゃない？な気がする。あ、いい勝負だけど。姫たんが長いですね。ありがとうございます。みんな3人への質問がすごい話しやすいということで、ありがとう。次はマイティさん1枚ありがとうございます。ドン。お、かわいい、これめっちゃいいやつ。お姉さんお二人、マイティさん、お姉さんお二人ですよ、私たち。お姉さん。マイティさん、こんにちは、 from インドネシア、こんにちは、ハロー。ベージュ、ベージュ、かわいいベージュも。誰が一番日焼けしてる？何でそんなふうつくの？決めたんでしょ。活発な活動。マイティさん、バトンタッチしたいと思います。バトンタッチ、チロチロ。マイティさん、そう、かわいいやつ、最後らへんに撮ったやつ。かわいいやつ。早くもテンション高めなみほり。おーい、裏肝なんですよ、ね、そうそう、だけめっちゃホット、ホット、アイムホットって感じ。めっちゃ裏肝。私今日ジーンズした、珍しく。朝着ようとしたら別に。了解。あ、次引こう。次引こう。行きたいと思います。最初声でかくて受けた。ありがとう。何のことかね、声大きくないけどね、別に。次引いときますね。次は、お、自徳さんいるかな。自徳さん、やっほー。自徳さん1枚引きます。ドゥン、チラリ。自徳さん、はい、やっほー。マイティさん、自徳さん、ありがとうございます。あ、自徳さんがいる、やっほー。いつも自徳さん、オーケーさんおるよ。オーケースリーさんじゃなくてオーケーさんでしょ。自徳さん、バトンタッチしたいと思います。はい、どうぞ。そう、私がね、そう、早く引かなことが進まんから。引かねば。パーカーの色、緑、白、ベージュ、イエイ。イエイ。ありがとうございます。じゃあ次、お、次引いておきます。うどむさん、どん、うどむさん3枚あるね。ありがとうございます。うどむさん3枚、どん。めっちゃテンション高いですか、本当？よし、ありがとう。
徳さん。てか宛名って全部私が書いていいですかね。あ、そういう感じでいきたいと思います。うどむさんがいいらしい。うどむさん3枚あります。ごめんなさい、待ってね、待って。うどむさん、質問じゃんじゃん、どうした質問じゃん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 。暑いでしょ。暑いでしょ。ちょいぐらい、うん。うどむさん、バトンタッチ1枚目、3枚あるけん、まだまだ。あ、おんぶじゃん。おんぶだ。おんぶ。お、おんぶ来たよ。おんぶで蹴ったよ、もう。3枚。あ、そっか。うん。おんぶするの。うどむさん。2枚目もバトンタッチします。これ私結構好きかも。自分が乗ってますいいじゃん。じゃあ行きりか軽い。え、余裕だった。よし、やっほー3枚目をバトンタッチしたいと思います。パー、はい、どうぞ。自分が乗ってるやつです無権の方もありがとう、来てくれて。じゃあ次の方行きたいと思います。次は大地さん。お、私推しだと信じている大地さん、ブン。ゆきりかの配信だと私の左後頭部が見えるって言われた。あ、危ない。大地さん、いらっしゃいますか。フードの上に乗ってる髪が好き。じゃあ乗せてこう。大地さん、す好き。姫たん、静か、キャワ。大地さん、バトンタッチしたいと思います。うどむさん、3枚目はい、ありがとうございます。そう、では次どんどん私がどんどん引いていきたいと思います。あ、ありがとうございました。無権だけど声だけありがとう。乗ってるのは1枚しかないのでレアです。ということで次はタカパパさんタカパパさん、タカパパさん、私、お、さこちゃんの、さこちゃんのタカパパさん。めっちゃ早口言葉みたい。そこはちょっと突っ込まない。ありがとう。タカパパさんって早口言葉。タカパパさんいた。よし、タカパパさん。バトンタッチしようと思います。さこちゃんの、さこちゃんのさこちゃんのですよ。それ持ってるやつじゃん。ね、いい感じ。ということで私がどんどん弾いていきたいと思います。みほちゃんのって言われたい。じゃあじゃあ次行きたいと思いますよ。書く順番ってどう決めたの。途中で変わったり。書く順番めっちゃなんか流れで座ったね。ここに流れで座った次はたくみさん。お、たかっぱさんの方たくみさんの書きようと思います。みほりんのって言われたい。お、たくみさん誰って誰のみたいななってるさっきからやばい。私カタカナ、たくみさんなんて書こう。あ、このポーズかわいいね。いるかな。よっしゃ。あ、276日ありがとう。久美さん書きました。7歳、やばいね、やばいね、バトンタッチやばい。でも私もまだ18歳なの次行きたいと思います。次行きたいと思います。次、次行く前にちょっと質問とか見てた方がいいかな。
さこちゃんのやつめっちゃいきますね。固まったのでみんながあれでおかしいな。まだ18歳なのに。シーンだった。じゃあ次行きたいと思います。次。ちょっと待って、この箱を私破壊しそう。次、安部さん2枚。お、2枚。イチャイチャイリさんが。安部さんはゆきりかのポソ。のってね、やばいね。ゆきりかの安部さん。ああああまさか。で私もなんかこの文字見たことある。お昼食べてない。えそれな朝も食べてない。やばいやばいやばい。やすべさん1枚目ヤッホー。バトンタッチ。はいどうぞ。2枚目書きます。あんま夏近いよね。もう夏終わるよ。夏終わるよ。痩せるやん。イエイ。あ、安部さんこっちにも来てくれてありがとうございます。2枚目書きました。バトンタッチしようと思います。はいどうぞ。寝坊しなかった。寝坊ギリギリ。嘘です、ギリじゃないです。バッチリ来ました。朝からテレビ見てきたよ今日。お、いいね。ご飯食べな。お、いいですね。いい朝を迎えております。夏行かないで、夏終わりましたってみんな言ってるくさ。次は、次もどんどん引いていきたいと思います。次はドラガンさん。お、ドラガンさん、私のドラガンさん行きます。いるかな、ドラガンさん。ミホリンの、ミホリンのって臭すぎ。2回目ありがとうございます。チラチラ私のとこにも映っていいよ。こっちらにドラガンさん。夏が短かった気がする。それは思う。あーでも確かに暑い夏が一気に来て一気になくなった。まだ一定寒くない。ほんとよ。ドラガンさんありがとうございます。テンション上がる。じゃあ次バトンタッチということで、私も言われたいミホリンの。お、買ってるかな。みんな私のって言われたいらしいよね。これ誰のって言おう。次じゃあ次も引き継いでいきたいと思います。次はお、エビちゃん3枚ありがとうございます。私のエビちゃん。面白すぎる。1、2、3、来ました。3枚引きました。おー、かわいい。このめっちゃいいやつがある1個。ほらかわいい。あ、ほんとやね、めっちゃいいやつね。めっちゃいい。ゆきりかがでもさ元から美白やけんめっちゃ白飛びしとる。確かにいいな、それ持って帰りたいぐらい。盗んで帰ろうかな。私の違うよ、私のだよって取り合いされたい。あれれれ。それは DD の方が、イチャリさんが言ってる。イチャリさん、よし、エビちゃんさん1枚できたので1枚バトンタッチしたいと思います。はい、どうぞ。はい、どうぞ。今回も神回。2枚目。イエイ、ありがとうございます。バトンタッチ。次は3枚目。3枚目
目エビちゃん公開 DD 3枚目エビちゃんさんありがとう、はい、2枚目はいどうぞ楽しいやつ楽しくひどいだけど怖くなるよ余った飲み物いっぱい持って帰らんとくさ昨日のネタあ持ってなきゃ自分あ本当10本やばい泥棒がいますありがとう2枚目次引いていきたいと思います次ケリドンさん1枚あ自分のお自分のユキリカのケリドンさんえこれいいですねいいの出たよキュンですキュンですイエイケリドンさんバトンタッチしますどうぞ次も引いておこうかな次はオイキーさん誰のオイキーさんあサコちゃんのオイキーさんサコちゃんのおサコちゃんセンターのやつが当たったよおめでとう3人でね並び替えながら撮ってもらったのではいケリドンさんはいありがとうございますオイキーさんよろしくいただいたオイキーさん誰の枠さんですよオイキーさんバトンタッチ誰の毎度面白いですかありがとうございますよかったヤッホーヤッホーヤッホー楽しいで YouTuber はいというわけで今回はチェキ会やっていきます次いきたいと思います次はチャチャさんお続いてますさこちゃんのがチャチャさんどん1枚あチャチャさん3枚だチャチャシャンってなった3枚だいきますどん該当者がいなかったらおいいですねチャチャさん全部当たりね。グーチャチャさん1枚目バトンタッチチャ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 って書いてあるイチャリさんが来たチャチャさんあこれかわいいなんかギュチャチャさん2枚目バトンタッチ3枚目チャチャさんあ、お腹空いてきた。いきなり、いきなり。ね、いきなり空いてくるものよ。ピース。ちょっとギャルピースやってるのがある。バトンタッチ。はい、どうぞ。次は。あ、ここにいる。ありがとうございます。すごいみんなサンマドとかしてくれてるかなもしかしてありがとうございますもしかしてだけど次はでは次行きたいと思います次はイチャリ好き大好きさんあもうこれはこれ誰の誰のですか誰ですかね誰でしょうイチャリ好き大好きさん誰でしょう行きたいと思います私だ来た来たよ3枚目イチャリめっちゃ名前長いさんおめっちゃちょうどよく入ったおちょっとさそこにいますありがとうございますイチャリさんバトンタッチしたいと思いますウケるさこちゃんのだってごめんねさこちゃんのって私振られたみたいになってるけどえ振られたピュンピュン収納上手収納上手収納上手なのじゃあどんどん引いていきたいと思いますよ次は、おいちゃんおいちゃん誰のみほりんも好きみほりんちゃんも好き
おいちゃん、お、自分の自分のゆきりかのおいちゃん、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 おいちゃんだって、イントネーション、おいちゃん、オッケー、おいちゃんって言っちゃった。萌え、はい、ありがとうございます。イチャリさん、萌え袖の近めのいいやつが当たってる。ありがとうございます。バトンタッチ。どうぞ。ね、いいやつが当たった。あ、マジ？あ、これか。これやん。グーみんないいな。なんか私たちも持って帰りたいチェキを当たっている方がいっぱいいる。いいな。じゃあ次行きたいと思います。次、コウジさん。コウジさん、どん。コウジさん、誰だろう。誰の？コウジさん。コウジさん。コウジさん。二窓、あ、ありがとう。でも二窓三窓の方がなんか把握できるかも。どんな状況で行われているのかが。ありがとう。ありがとう。これ一番お気に入りのやつ。ね、急にコウジさんバトンタッチしたいと思います。どうぞ。はい、バトンタッチ。そう、みほりんから順番に、あ、移動していく予定。なるほどなるほど、いいと思います。ぜひぜひ。じゃ次ね、次はえ、これ なんて読むんだろう。熊に高い熊高、熊高さん、熊高裕二さん、熊高裕二さん、誰のだろう。お、じゃあパーカージュニア、熊高裕二さん、気のせいじゃないかもよ。いるかもよ。ちょっと待って、ごめん。そう、ニックネーム登録してない方は残念ながらちょっと、そう、ごめんなって感じは。ハート、早口言葉みたいになったけど。ドゥン、バトンタッチします。どうぞどうぞどうぞ。把握、そうね、確かに本当になんか自分みたいな感じする。そうそうそう、なんかドゥドゥドゥ、イエイイエイ。みんなのカメラに映り込んでいく。あ、ニックネーム登録してましたよ、大丈夫です。じゃ次引きたいと思います。次は高典さん、一枚ボン。よし、お、かわいい。私たちかわいい。高典さん、私はない。さあさあ、審議が、審議タイムが。ニックネーム登録してたよ、みんな大丈夫大丈夫。結構私が分かる人がいたから。さこちゃん落ち着いとうよ。高典さん、バトンタッチします。イエイ。どうぞどうぞ。してるかしてないか分かっちゃう、分かっちゃった。ではでは、本名でも名乗り出ます。あ、素晴らしい。だってそういう心構えでいこう。でどんどん引いていきます。次はカズアットカンホクトさん、ドン。見たことあれ、ね、私の、あ、じゃあじゃあ、え、分からん、カズアットカンホクトさん、もう30分経ってる。え、早い、待って。ありがとう、高森さん。カズアット韓北斗さん。ありが、ありが、ありがたなか。何書こうかな。あ、これにしよう。よし。見て、これだった。夢時から出そうぜでした。ありがとう。パス。七並べのパスの私の言い方、パスみたいな。全然パスできない、パスできない。自分のパス暗いよ、パスみたいな。みんなあれ取り直したい。いや、ではではでは、次ちょっともう忘れてしまうもんね、今何をしようとしたか。あ、
次行きたいと思います。次は光弘さん。光弘さんいるかな。誰の誰の光弘さん。お、これも曲の振り付けだ。バーストしちゃった。いつも思っている。光弘さん、はい、ありがとう。カズさん、そう、テンションやばいよね。バーストしちゃ、バーストしちゃったぐらいの。よいしょ、いいね。コッコさんの歌声かっこいい。コッコ好き。ね、ね、光弘さん、これは暗闇の振り付けでした。ありがとう。ね、夢中から暗闇と続いたパスです。夜よ夜よ。次はいちごちゃんちゃんって言ってしまった。いちごさん、どん一枚。光弘さん、光弘さん、自分です。おいちごさんもゆきりか。多分お、そうだ、そう、イギリカのイチゴさん。パシュとかもしパシュ。イチゴさん、キュンです、キュンです、キュン。よし、イチゴさんかけたよ。どん、ありがとうございます。さこちゃんパス。さこちゃんが前に乗り出すのが可愛い。遠いけんね、コメントが見えんのよ。めっちゃ iPad がなんかね、遠目に置かれてる。ではでは、次また行きたいと思います。次は、お、来ました。コウさん、いる。コウさん、ありがとうございます。コウさん、どん。お、これも可愛い。あ、座りだ、これ。コウさん。コウさん、はい、いちごちゃんいるかな。イエイイエイ、来たー。いつも好き。いつも好き。コウさん、かけました。みほりんのコウさん、ありがとうございます。みほりんのパス。かけなさい、あなた、あなた。サコッチがセンターのやつでした。グリーンのパーカーいいでしょ。裏肝、そう、裏肝。熱いね、だいぶ。ちょっと熱くなってきた。興奮してきた、熱くなってきた、これもう。次行きたいと思います。次はこれをね、取り出すのを映した方がいいよ。次、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃん、どん。まー、あ、ちゃん誰だろう。誰のまーちゃん。まー、あ、ちゃん、こうさん、ま、あ、ちゃん。ね。ロング。あ、おちごさん、さっきまたいた。おちごさんだよね。よし、まーちゃん誰？お、じゃあそこちゃんにパスします。イエイ。そう、これ裏起毛なんですよ。ありがとう。やばくない？暑いね。とっても暑いね。みんなのカメラに映ってみました。ありがとうございます。ということで、次は次を引いていきたいと思います。次、お、次はドン。次、あ、名前先に言わないと。次はみほりんの翔平さん。やっほー、ありがとうございます。私の翔平さんですね。あ、私がセンターのやつが当たった。アヒージョー、おめでとうございます。いいね、やっぱ並び変えるとそのセンターの当たると嬉しいですね。アヒージョ、嬉しすぎる、嬉しい。つつ、アヒージョ、アヒージョ食べたい。わー、お腹すいたな。食べような、美味しいもの。ありがとう、翔平さん、ありがとうございます。バトンタッチします。え、めっちゃ適当。でも私グリーン元から好きかも。ペンライトにも入っとるけん。確かに。そうそう。いやいや、けんグリーンしちゃいました。よかった。好き、好きです。私もです。ありがとうございます。うん。なんか白とかピンク似合いそうやなと思っとって、そしたら白持ってたか。よかった。似合うよね。
ということで次も引いていきますね、どんどん。次アキアンさん、どん。アキアンさん、お、自分の、お、アキアンさん、お、これゆきりかがセンターじゃない？若干そう、なんか縦のなんか分からんけど、これは縦のやつが来た、珍しい写りのやつが来ました。なんか質問はかわいい喋り方ありがとう、翔平さん、ピヤーって書いとこ、ピヤー、裏のエピソードない、自分はね、黒が良かったんですけど。あ、そうなの？そう、似合うよ、でもベージュ。ではでは、ほら見て、この写りすごくない？こういうやつがたまに入ってます、レアです。ということでバトンタッチ、どん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 、いいですね。そう、縦の写りとか横の写りとか斜めとかバラバラなのがいっぱいあるのでね、いっぱい撮ったお楽しみに。なかなか出来がいい、だってマジ嬉しい。ということで、ということで次引いていきます。次は私は可愛くない、アッキーさん、アッキーさん、どんどん。私は可愛くない、箱壊したし。3人の面白いエピソード、面白いエピソード、面白いエピソードアッキーさん引きます。なんだろう、なんだ、あ、これ面白いの出てきたなんだろうね、なんだろう、ありがとう。3人っていうのはあんまない、ね、面白い行動する人とか、かなんかリコチとか限られとる面白いそうね、前も。え、でもなんかさ、虫食べてなかった？虫食べた、ね、やだやばくない、面白いっていうかおかしな話これ。虫食べる、食べたんよ、あの、やだありの話題にやだしてね、やだ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 、絶対ゆきりかの家行かないの、家に虫あるらしいよ、いや、やだやだ、食べれる系のやつ、食用だけど、さすがにおかしいみたいなのさやんけど、さすがにだけど、いや、怖いよね、あ、あるんだよね、でも、あ、秋山さんありがとう、あ、アッキーさんです、次は。そういえばアキアンさん、アッキーさんってめっちゃ続いてる、あ、ありがとう、イエーイおしゃべりすぎて角度忘れよった、イエーイ、どんどん、どんどんいきます、どんどんどん、虫からほっぺが生まれるってどういうこと、え、だからでもバラエティ的には選ばれる、だってだけ虫、うん、虫食べれるけど、うん、いや無理とか言いながら食べたね。そう、ご飯も食べる。やばい、でもできそう。次いきますね。次はヨイミンさん、ヨイミンさん、はい、お、はい、さこちゃんのらしいです。ヨイミンさん、はい、書きます。あ、かわいい、これも。ヨイミンさん。はい、アッキーさん。アッキーさん。ヨイミンさん。僕は嫌だ。踊り出すよ。復興。トゥントゥントゥ。ヨイミンさん、パスします。私、そう、ヨイミンさん。ちょんちょん。ちょんちょん、はい。はい、どうぞ。さこちゃんのヨイミンさんでした。ではでは。オンライン授業と二窓は面白すぎ。猫の箱ちょっと危ない、破壊しそうよ。次は子。間違えた、ゆうたろうさん、ゆうたろうさん、誰のかな、お、ゆうたろうさん、お、とりあえず私がセンターのやつなので、とりあえず私推しですね。この夏の印象の思い出、あ、MV めっちゃ楽しかった、楽しかった、ちょっと差し入れとかも美味しかったし差し入れの話しかせんけど、そう、なんだろう、あとでもね、海とか行けてないけんね、あんま、海行ったよ、え、行ったの、いいの、いや、水着は買った、やる気だけはあったみたいな、しまっとる、うん、今もう寒いよね、寒いね、行きたかったな、よし、ゆうたろうさん、ハロー、ゆうたろうさん、大
します。ありがとう。流されなかった。箱根壊しちゃうよねこれ。流されそうにですか。流され、え、海で、うん、怖ガチ危ないやつ。生きててよかったよ、ここに、ここにいて一緒にこれをできて。次行きます。次はコミさん。どん、コミさん誰だろう。あ、また私が一応マナコンケ、ちょっとコミさんも私を知る。コミさん、オンブあった、まだ3枚取ったのか。そうそう、コミさん最後のオンブ、オンブしたんですよチェキで。そうそう、初めて、え、なんか久々に人におんぶされた。なんかもうめっちゃちっちゃい頃にお姉ちゃんにおんぶぐらいしかされた記憶ない。嬉しかった。どうしようかな、嬉しいって書いておこう。どん、あ、コミさんいるやん、ありがとうございます。私がおんぶされている画像です。ゆきりくがおんぶしてくれたの。軽かったよ。いやありがとうございます。いやいや、おんぶチェキはレアです。多分合計で4枚ぐらいで、4枚ぐらいしかないのでレアです。レア、イエイ、バトンタッチ。次、お、ちょうど半分まで来ました。半分まで来たので次行きたいと思います。次はてつやさん、いらっしゃいますか。てつやさん、てつやさん誰のだろう。どん、そう、最初もありました。あ、あ、これかわいい、てつやさんの、え、この、この姫たん、やば、めっちゃかわいい。最近怒られた、てつやさん怒られた、怒られた、怒られた。いい子やもん、私たち。けどな、怒られんよね。うん、優しいし、大人の方々も、まあ、ママと、ママに怒られたから。ママな、ママは日常茶飯事であるけど、うん、怒られたある？みんな可愛いやつです。てつやさんの、ありがとうございます。やっほー。お、効率よきだって。よしよし、どうぞどうぞ、うん、1時間経ってないのに半分終わったけよ。そう、今のめっちゃいくない？こういうポーズでした。ゆきりかから来た。うお、みんなスクショタイムだった今の。お、いいね。次はどうしようかな。次はどうしようかなじゃないわ。次はのんたんさん。のんたん、どん、のんたんさんはもしかして私だっけ。のんたんさん、あざとかわいいポーズ。みほりんちゃん、かわいいよ、みほりんちゃん。ありがとうございます。のんたんさん。オーディションでのお互いの印象って大事じゃん。なんだろう。みほりんは知っとったんや。嘘、あれはちょっと、嬉しい。ほら、ゆきりか全然怒らなかったもん。ゆきりかも高身長っていう。あと、もうちょっと。あと、あれ、ショールームの。ショールーム、そう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 。みんなに言われる、うん、もうみんな知っとったよね。でもなんかもうちょっと硬い子かと思っとった。なんか喋るまではなんか壁と思っとったらめっちゃ仲良くなれましたね。なれましたね。ちょっとのろけ話だったけど、ひめたんはもうあ、ちっちゃい、かわいいっていう感じやった最初から。もうかわいいって感じ。動画見た、 YouTube の、あの、そうそう、見た、私も見た。お母さんの私しとってかわいい、何って思った。娘にしたいってなるよね。ねねって。あ、のんたんさんいるやん、ありがとうございます。書いてました、ちょうど。やっほー。変なポーズをしてる。逆に怒ったことはありますか。怒ったことないよね。あ、ないかな。怒ったのはない。ね、怒られる方があるっていう言い方はあれやけど。惜しい。よいしょ。のんたん、ありがとうございます。のんたんさん、ありがとう。ベストな順番、イエイ。どうぞ、パスです。パスです。変なポーズないですか。そう、変なポーズしてました。ドゥンみたいな。風を待つより
ちょっとダサめのポーズみたいなちょっとダサめのポーズやりました。やっほー、こんにちは。あ、引かなぼーっとしてたけど、これ引きますね。かわいいよね、これ。ということで、次はカズキングさん。お、聞いたことある。お、みんな聞いたことある自分のイキリカノということで、カズキングさん、どん。姫と娘になってほしい、だって。よかった。なって。受けるこれ。カズキングさん、ユキリカが主役のやつ当たったよ。おめでとう。同期で一番変わった人は誰ですか。一番うん、リコチ。リコチ。やっぱリコチじゃない。うん。うん、安定のリコチ。他意外ととかある？意外と変わってる。あ、リンコンは確かにもうド天然って感じ。めっちゃめっちゃ素で天然って感じ。サワちゃん、シミサラとか天然。リネちゃんとか。ああ、リネちゃん。確かに確かに。そうやな。うん。リコチは安定ですよね。やっぱリコチ、うん。みんなもやっぱりって書いてる。ゆきりか、リコチと意外と実はリコちゃん計算高いの。うそ、あれはもう素でピピーって感じ、ピピーって感じよ。カズキングさん、ゆきりかたちにバトンタッチしたいと思います。ドゥドゥドゥ、はい、バトンタッチ。ひめたんがちょろちょろしてて可愛いです、みんな言ってるそう、遠いけんめっちゃ移動がちら。ひめたんの方では正面が、ゆきりかの方では私の左からの左から、みんなの左から見ている映画、私のとこから右から見ている映画見れます。ほんと自分の主役のやつ、こういうことか。そうそう、めっちゃ主役でしょ。星だ、星だ、イエイイエイ、ありがとう。スイガーさんでしょ。あ、さ、あ、さっきまでこっちいて、多分順番に行ってる順番に行ってるですね。ではでは、次も行きたいと思います。次はまさかずさん。まさかずさん、まさかずさん、どん。六窓、うわ、ということは、ということは、あれめな、あ、かわいい、これもね、そういうことだよ。刺した、刺した、刺した、刺し入れてない。あっち3窓あるね、こっち3窓あるね、合わせて6だよ。やばい、ね、やばいね、なるほどなるほど。まさかずさん、いらっしゃいますか。先輩で変わってる人は、ね、めっちゃ見て、じー先輩で変わってる人は、いや、ありがとう、どん。先輩で変わってる人、失礼やけど、失礼やね。面白いとかでいいんかな。面白い、でもどうなんやろね。マヒナさんの空気感、あ、分かる、めっちゃ分かる。確かになんかいきなり違う話しだすじゃないけどなんか可愛い、うん、めっちゃ可愛い、分かるわ、うん、確かに、ではではでは、次も引いていこうかな。あ、どこまで、あ、ここだ、次はペホゲナさん。あ、合ってる発音。お、ゆきりかのペホゲナさん、ゆきりかの、ゆきりかのいきます。お、ゆきりかが真ん中のやつよ。やった、私くじ運よこの際どんどん言おう同期でお母さんにしたらいいんだ。お母さん、あいこさん、あ、あいこさん、あいこさん、めっちゃなんかもう安心感がある感じがめっちゃわかる、うん、お姉ちゃんでもいいけど、ね、なんて。でも意外となんかリコチも料理上手じゃない、知っとる。なんか結構なんかお好み焼きめっちゃ美味しいらしいよ、誰かから聞いたけど。そう、まあちょっとハイテンションすぎるお母さんやけど。あ、ヤッホーです、ペホゲナさん来てくれた、ありがとう。いいでしょって書いとこう。これ私がめっちゃユキリカにくっついてるラブラブのやつがあるよ。え、かわいい、白い白い、いいやつだ、
いいですよ、見てください、ほら。いいでしょう。パスしまーす、イエイ。イエイイエイイエイ。どうぞ。そう、3人見てくれとるかもね。ありがとうございます。リコチ料理上手なんですよ、意外とね。家庭的、そう、食べたいもん。あ、確かに。でもパセリアイスめっちゃ大好きなイメージがめっちゃある。一緒に食べたいね。あ、お腹すくね。あ、待って。埋まった。埋まったよ。腕が、パーカーが太いね。ではでは、みほりんの引きの強さ、次も見せていきたい。次はどんちゃん、どんちゃんいらっしゃいますか。どんちゃん、ボンさん、お、自分のゆきりかのどんちゃん、お、どうですか。ちょっと私漏れとる、これ漏れてた、漏れてる、これ私。どんちゃん、はい、同期で妹にしたい。食べてるやつだ。そう、私食べる専門。同期で妹にしたい。あなたです。あなたです。そこに決まっております、私は。どう、同期で妹にしたい人誰。さこちゃん。あ、やっぱそう。やっぱそう、やっぱそう。もうだって妹やもん、なんか妹なんだ。妹マジかわいい。よし、どんちゃん、どんちゃん、ありがとう。見て、私めっちゃ漏れてる。ありがとう。パス。どうぞどうぞ。よいしょ。食いが詰まる、これ。ではでは、次も行きたいと思います。次は、クレモさん。クレモさん。いる？お、はいって言ってるけど。ひめたんのクレモさん。行きたいと思います。ドゥン。お、あ、かわいい。ひめたんがヒュンって笑っとる。私は何を妹にするの？そうよ、誰誰誰、確かに気になる。誰誰誰だろう。おる、誰だろうね。確かにそれ考えたことないね、うん、どう、さこちゃんの妹になる方は誰だ、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 いる？誰だこれ？でも年齢関係なく見たら、うん、どれ？したい。したい。可愛いなってなる子。タムちゃん。タム？タムちゃん。でもしっかりしてるよね。うん、でも立候補しますって人ここにおるけど。誰や？弟。弟かな？ぜひ皆さんも、皆さん、ひめちゃんの、ひめちゃんの妹になっちゃってください。どうしようかな。暖かい、暖かい、暖かい。タムキチだっていいですね。タムキチもかわいいね。かわいいよ。くれます、パスします、イエイ。ほんとだ、ひめたんの机が少し前にずれてるとか言われた。ほんと？まあまあまあ、よいよい、よいよい。確かにずれちゃってる。あたたたたかい、かいかい。あ、ライトが消えた。もう近く、あ、ついた。よし。ではでは、次引いていきたいと思います。次は、おじゃまるさん、おじゃまるさん。おじゃまるさん。おじゃまるさん、知ってる？知ってる。あ、さこちゃんのおじゃまるさん、どん。あ、カズさん、さっき書き終わりました。そういえば、ごめんなさい。え、私ウインクうまい。七並べにフレーズ、七並べにフレーズのカードを追加するなら。何それ、フレーズのカードって。何それ、フレーズ。ああ、なんだろう。ひめたんビームあるけ、みほりんビーム。いろいろ考えたよね。あ、ほんと、うん、私まだ1個も出てないよ、まだフレーズ。あ、自分ね、うん、あれ早くこんかなってめっちゃ待っとるよな。早く出てほしい。何書いたか忘れたもん。出てほしい。みんなお楽しみに。そしてカズさんは出てしまいました。ありがとう。ね、見て、ウインクのやつが当たった。レア。ウインクできとるよ、みんな。うん、まだ完成を見てない、ウインク。お、じゃ、まだまだ見せんどって、楽しみに。今3つビームがあるよね。見て、私ウインク上手にできた。パスします。はい、どうぞ。
お、あ、カズさん見せますか。カズさん、優しい優しい優しいスタッフさんが見せてくれます。カズさんこんな感じでした。夢字から出そうおぜでしたよ。ありがとうございました。ありがとうございます。イエイエイ神でした。そうカズさん見せれた、よかった。届くの待っててください。皆さん見れてない方はということで、次はあどこまで行ったんだっけ。あ、ここだ。あ、できてる。次、え、これなんて読むんだろう。八戸さん。八戸さん。八戸さん。あなたのですかね。私のです。はい、八戸さん。八戸さん、どん。八戸さん、来たよ。お、来たよ。あ、細い方で過去でした。神対応でした。ありがとうございました。そう、めっちゃ優しいよ、みんな。皆さん。ありがとう、ありがとう、ね、ありがとう。八のへさん。ぎゅ。よし。優しい世界でした。ありがとうございました。八のへさんはこの私がぎゅってされてるやつでした。パスします。どうぞ。パス。やいやい。よき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 。なんかどこかの地名にあるよねこれ。忘れたけど忘れたけど、地理苦手だったから次に行くわ。ごまかしながら次は STU。 すごい神対応。ありがとうございます。神対応やった。メッツさん、次はメッツさんいらっしゃいますか。メッツさん誰の。お、ゆきりかのメッツさん。ゆき、お、ゆきりかセンターやん。すごっ、引きが良い。メッツさん、ありがとう。メッツさん、お礼してください。あ、やっぱほらね、なんかどっかにあるって思ってたけど、わからない、全く。あ、メッツさんいた、よかった。メッツさんのやつは多分ペダルかな、ペダルの振り付けギターでした。いやいや、どうぞパス。ヒメタンのやつに映り込む。そう、壁がイエイエイ。 Say hi from Indonesia. Thank you. I'm from Japan. あったあった、そうや。じゃあ次はお、ありがとう。フレームアウトしている。知らフレームアウトしてる。知ってた。次はじゃあなりちゃん。お、誰のだろう、誰のなりちゃん。なりちゃん、お、ひめたんがセンターなのでひめたんのにしておきます。なりちゃん、あ、はい、いた。お、いた、ゆきりかのとこ。すごい質問。なーに、さっきのスタッフさんのかわいいところ。かわいいところ。ないですね、はい、ないですよ。いつも優しい。ではでは、なりちゃんじゃん。なりちゃんさんのぶりっ子でした。ありがとう。そう、ぶりっ子めっちゃ可愛いよこれ。みんな良いです。よきよき。 Do you know JKT48 シェア。 いやいやいや、最近始まったよね。で、ジャカルタ JKT さんもいいですね。世界的にショールームが行われている、素晴らしい。はあ、次もゆきりかの方な気がする。ヤスルパンさん、ヤスルパンさん、ヤスルパンさん、私も聞いたことある。ヤスルパンさん、ありがとう。お、ひめたんセンターのやつ、お餅ポーズかなこれは。ヤスルパンさん、ヤスルじゃないか、ヤスルパンさんなのか、把握してて受ける。イエイ。ゆきりかの、お餅ポーズでした。お餅、
お餅ね、2人も一緒にしてくれたのでね。お餅、そう、お餅あざすこのチェキでもやっておりますので、ヤスリパンさんは見てください、ぜひ。ということで、次どうぞ。どんどん、やばい、目が乾燥してきた、目が可愛い、やった。ということで、じゃあ次行きたいと思います。次は、あ、目が、ネスさん。お、ネスさん、私のネスさん、私のかな、ネスさん、やっほー、お餅、ワイセンのチェキ会では可愛いって言われて照れるところって言ってました。確かにちょっとそうかもしれない。イエイイエイ、お、呼んだって、呼んだ、どうしよう、ひょっこりちら、ネスさんです。ネスさん、ありがとう。バトンタッチします。やん、どうぞ。お、次は、あ、次も私のあゆさん。あゆさん見てるね、いた気がする。やっほー、どん、あゆさん、あ、涙ポーズだ。あ、ありがとうございます、ネスさん。次はあゆさん、あゆさん、あゆちゃん、あゆさん。そう、縦と横があります。横が当たりました。おめでとうです。好き、会いたい。横が当たった。縦と横同じぐらい入ってるかも。私の愛さん、ありがとうございます。イエイイエイ、ダンス、パスです。次はマー君さん。マー君さん、誰の誰のでマー君だし、何人かいるけど聞いたことある。お、聞いたことある。じゃあ、どなたかのマー君さん、どん。あ、これも珍しいアングルじゃない？2枚ぐらいしかないやつ、ほら、ほりゃって、これ、あ、本当に2枚しかないやつね。マー君、ありがとうございます。かわいい、やった、ありがとう。誰がほっぺ一番伸びる？え、私だと思う。伸ばしてみる？伸び、私だと思う。え、やってみますか。自分もめっちゃ脂肪あるよ。いや、これは、待って、一緒に伸ばそう、3人で。それを渡してからやろう。誰が一番ほっぺ伸びるか選手権、よーい、スタート。そんな、うわ、あ、でも、どう思います？どう？めっちゃ伸びてると思うんだけど。さこちゃんは3位なのは決定かな。ほら、え、でもほら、いい勝負じゃない。あ、伸びてるわ。1位？イエーイ、イエーイ。ありがとうございました。1位、はい、この輪郭になったらどうしよう。ダメだ。さすがお餅好きなんで、もちもちになってもうた。ほっぺまでもちもち。ありがとうございます、リクエストしてくれた方。ありがとう。ゆきりかも結構伸びてました。いい勝負でした。じゃあ、マー君さん、ありがとうございます。このなんか珍しい写りのやつでした。イエイ、ありがとう。やん、どうぞ、戻しとこ。収納、ほっぺ収納。次は、また次、これもう分からなくなるよ。やばい、あ、次は小平さん、いるね。私の小平さん、いらっしゃいますか。はい、どん、あ、来ました、小平さん。つつつ、小平さん、小平さん、まだやで、投げ
ぺのゆきりかかと思った。ガチ好き、ありがとうございます。ほっぺツンツンさせて、あ、ほっぺツンツンのやつだ。次、しかもタイムリーな、いいですね。この2人かか、私が2人に勝てる勝負って何？何？何かな。若さ髪の毛の長さ。あ、髪の毛の長さも勝てるよ。よし、なんだろう。あ、細いと、なんだろう、長さとか細さとかなんかめっちゃ見た目なんか特にアフラダンス滑らかなダンスはちょっとさこさんいい感じかもしれません。あと私もできんかな。できん。はい、真面目にいきます。小平さん、ありがとうございます。イエイ。パスします。めっちゃ来てるけど、めっちゃ来てた、本当だ。やっぱ推しの方は分かるんやね。身長の低さ、あ、いける。でも伸びていくけん変わるかもしれん。萌え告白なら勝てると思います。何？萌え告白。おお、今度さこちゃんの配信に行ったら見れるかな。ではでは、あ、伸びしろですね。ということで次の人行きたいと思います。次の人はとしひろさん、私のかなな気がするよ。としひろさん、いらっしゃいますか。つんつん、としひろさん、どん、お腹空いてきた。お、え、嬉しい。三姉妹やった。レピー、みんなロングヘアだしね。と、シーヒーローさん、イエイイエイ。シーヒーローさん、あ、いる、トシーヒーローさん、やっほー、イエイいいですね。どうしようかな、早く。トシーヒーローさん、私のトシーヒーローさん、ありがとうございます。ありがとう、イエイイエイ。ではでは、なんか時間に余裕があるけんってふざけ出してきた私。余裕あるのこれ。え、あるのか、ある気が、時計がないけん分からんけど、ありそう、ありそうですよね、なんかね、ね。ではでは、引いていきます。落ち着きのなさは同じ。星広さん、落ち着き。次はみのるさん、みのるさん、ありがとうございます。誰かな、誰のかな、みのるさん。お、どん、お、かわいいやつ、これ。なんか最初の方に撮った記憶ね。あ、1時13分やって、今1時間ぐらいだね。お、じゃいい感じかもしれない。次はみのるさん、カタカナの。スピード速めね。イエイ。どういう組み合わせ。あ、みのくんさんか。あ、じゃあ私の。私のみのるさん、やっほー。なるほどなるほどね。今日はです、みのくんでした。いつもありがとう。さっさっさん、さっさんさん、なんか質問ありますか、他にも。どんどん、はい、どうぞ、ありがとうございました。違うかも、いや、どんなど、届くのをお楽しみに。わからないので、届くまでお楽しみに、皆さん。いる？もしや？お昼は何を食べます？どうしよっかね。最近お弁当を食べ過ぎかなって自分で思ってきたので、今日はまだ朝ごはんも食べてない。どうしようかなと思ってますね。ね、どうしようか。そんなこと言われたら食べたいやん。食べたいやん。共通点？髪が長い。あと
だろう。意外と。意外と、うん、な、みんなわかる？みんなわかる？ね。チラチラチラ。わかった。あ、兄弟いる？みんな。いる。あ、いる。あ、いる。あ、いる。そんな感じ？そんな感じ？そんな感じ？でもいる、いる種類、いる種類というか、私はお姉ちゃんで、妹で、弟で、わらわらだけど、いる。こう。そう、キャワ？キャワ？あ、行きます。次行きます。次は、ゆういち81さん。行きます。ゆういち81さん、どん。お、いい。アゴピースのやつだ。ゆういち81さん。メイ。メイ。メイ。ツッツッツー。種類分け。そう、私は実はお姉ちゃんだったの。お姉ちゃん、妹そうなんよ。妹おるんよね、びっくり。妹キャラではここではそうやけど、家ではお姉ちゃん。いやギャップ萌え。ゆういち81さん、やっほー、ありがとう。いない、いないかな。いないかな。どうぞ、パスです。パスです。今日は引き笑い多め。もう引き笑いが素になってしまって、恥ずかしい、どうしたらいい。バレた。みんなあざとい感じでいきたいと思います。萌え袖で。ということで次いくよ。お、次は滝野さん。お、お、同じ名前の方がいるのか、それともあえてこれにしたのか気になるところであるが、ボン。あ、めっちゃ STU って感じのポーズになった。滝野さん、ありがとう。はい、ありがとう。あ、お、お、お、滝野さんなのか。滝野さん、ありがとうございます。あ、これ滝っていう字むずいけん、細いペンで書くわ。かっこいいよね。かっこいい、めっちゃ書けたらかっこいいけん、うん、ちゃんとかっこよく書くね。え、めっちゃいいよね。なんか CM でありそう。なんか、よし、滝野さんね、滝っていう字めっちゃかっこよく書けた。うん、めっちゃうまく書けたよ。どうぞ。よきです。なんか難しい漢字ほどさ、書けるとなんかかっこよく見えるけん、よくない？めっちゃ好き。いいですね、かわいい。どうもありがとうございます。いいですね、めっちゃうまし。やった、やった、いい滝だった、よかった。じゃあ次いきます。次はレグルスさん。あ、私のレグルスさんかも。レグルスさん、ブン。リホのレグルスさん、ドン。ティカーさん帰ってきた、おかえりなさい。おかえりなさい。お、あ、これかわいいね、めっちゃレグルスさん。チラリチラリ。ちなみに姫たんが真ん中。よし、え、おるよ、ミリアちゃんとか一人っ子。あと誰だ、ミリアちゃん結構おった気がする。あやぱんとか分からないけど、どうなるの。あやぱん、あ、おる。ほら、誰だ、あとレイか、弟。誰がシミサラもあれか、アンナちゃんだ。あ、アンナちゃんだ。最近聞いたね、アンナちゃん。そうだそうだ、ミホの、日本のレグルスさんかけました、どん。ありがとうございます。チラチラチラ、二人がチラチラ。パス。横でした、横。昔はこっちのルームしか入れてなかったけど、あれ。ではでは、次引き手、引き手って引いていきたいと思います。次は君高さん。君高さん、ありがとうございます。あ、レグルスさん、ありがとう。君高さん、誰の君高さん、どん。めっちゃ可愛い、これ最後の方に撮ったやつや。本当だ、なんかちっちゃいさこちゃん、可愛い。
みたかさん一番兄弟多いのよちゃん。あ、だね、だねだね。みたかさん、ありがとう。え、7人？やゆちゃん？7人だって。やば、よくご存知ですね。よくご存知ですね。すごい、7人知らんかった。そんなにないんだ。猫もいるらしい。猫すごい、猫も兄弟に入れたらやばい。え、家族やばいね、大家族よ。パシャリ。え、何食べようかな。キミタカさん、ありがとう。でんでんでん。ではでは、そう、チキチキのカメラ持ってるやつでした。レアレアかも。ツイッターに投稿したよね。うんうん、そう、ツイッター見てくれましたか。ちなみにゆきりかがツイートしてくれましたね。うん、あざあざ。あれ可愛かった。だってよかった、やった。そうそう、3人のそれぞれの自撮りも。そうなんです、ありがとう、見てくれて、いつもみんな踊り出す。すごいね、よう覚えてるね。すごい、すごくない。やばい、ね、私コースモースのぐらいしか分からない。脳に入らんもんね。分かる。すごい、やっぱ若さ、すごいよね。じゃあ次いきます。次、お、3枚ある。ケンイチローさん、ケンイチローさん、君高さん、ありがとう。ケンイチローさん誰だろう。ドンドン、3枚。ケンイチローさん誰の誰のだろうね。ケンイチローさん、ケンイチローさんかかかどうだろう。あ、それぞれいい感じのが当たっています。イエーイ。ケンイチローさん、あー、ああ、いなけ、あ、あ、そうだったの、名前が違うやつだったんだ。ありがとう。1枚目これです。いたわこっちにいた。ありがとう、犬犬さん、ありがとうございます。健一郎さん、3枚です。すごい、ありがとうございます。健一郎さん、あ、しかもこれあれや、あれや、いいやつ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 です。見てこれ、 STU のポーズしてます。ケンイチローさん、やっほー、イノケンさん、ありがとう。ケンイチローさん、2枚目、ドン、パスパス、ツンツン。次、3枚目、ケンイチローさん、よいしょ。いいね、燃え袖のやつもある。燃え、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 ボディエー四国になっちゃう。ドゥドゥドゥ、どうぞ。はい、イノケンさん、ありがとうございます。やっほーい、ありがとう。ドン、パスです。ツン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 、いやアボスのやつだ。全身ナイスツーパースないな。そう、四国のあれしかないあれぐらい、そう、かわいいです。次行こうかな。次はひろこさん、いらっしゃいますか。ひろこさん、誰の誰の誰のひろこさん。どん、ひろこさん、一枚どん、ありがとう。ひろこさん、おお、これめっちゃかわいい。いいね、これひろこさん当たり全部当たりだけど、いい、めっちゃ可愛いやつ出た。うん、ひろこさん、どうしようかな。よし、自分の腕があったから腕の上にかけた。当たりが出ました。イエーイ、ひろこさん、ありがとう。イエーイ、チロチロチロ、バトンタッチ。イキリカが見つめてきていた。ガラス、ガラス越し、ガラスじゃないか、板越しに。あ、お仕事行ってくれたって言ったし、あ、ペンがついとるね、めっちゃ可愛いそれ。自分欲しいもんね。自分が欲しいもん。チェ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 チ
お、次も私の犬八トムさん、ありがとう。どう。お、あざといやつが出ました。いいですね、ありがとうございます。ね、キュンです、キュンです、キュンです。わーい、ありがとう、嬉しい。浮かぶだろう、ブルーソー、犬ハチトムさん、そのまま犬ハチトムさん、ハート、よし。猫クマサル、猫。いや。かわいい。はい、私の犬ハチトムさん、ありがとうございます。私のナチュラルに。ということで、エイフリに会ってみたい。ぜひ岩壁ライブとかいらしてください、皆さん。この3人を見るには岩壁ライブに全部来たら会える。全部来たら会える。次はカズヤさん、ありがとうございます。カズヤさん、誰のカズヤさんだろう。あ、聞いたことある。ヒメタンのカズヤさん、どん。お、ヒメタンが真ん中だ。イエーイ、当たり。カズヤさん、おめでとうございます。ここにいている派かついている派が、せーので言ってください。いく。え、自分がするのかってこと、うん、好きな女の子。あ、どっちだろう。自分にしよっか。自分か。はい、はい、せーの、ポニーテール。うわ、ツインテール、でも似合うわ、わかる。ありがとう。わかる。え、でも私ユキリカのポニーテールもめっちゃ好きなんよ。あ、めっちゃずっと言えるけどこれ。うん、ずっとポニーテール好き。めっちゃ、え、キュンキュンキュン。みんなはどうですか。みんな推しの推しの髪型は好きなのありますか。いらしたい気持ちあるね。あ、ツインテール多いね。みんなアイドルといえばツインテールですよね、やっぱり。僕の好きなの最強ツインテールやな。え、どうしようかな。ひめたん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 、よし、かずやさん、ありがとうございます。イエイ、パス。次、つーくん、ありがとうございます。誰。お、ゆきりかのつーくん、どん、どんどんどん。お、ポニーテール、私も好き。ポニーテール、お、増えてきた、ポニーテールが。あ、そんな話をしてたらポニーテールのやつ出てきた。チェキすごくない。私引き強い。つーくん、ポニーテール、腕でポニーテールを作ったやつが1個あるんですよ。めっちゃレアじゃん、1個だけよ。キラキラつけとこ、レアだから。イエーイ、すごい。つーくん、ポニーテすごくない。ほら、ポニーテ、イエイイエイ、いいですね。そう、ちょっと持ってるやつ、ポニーテール、イエイ、パスします。かわいい。ここアイトーケーめっちゃ使えそうじゃない。うん、何かく、めっちゃでっかく描けそう。あ、やらかした。あ、でもこれでも立ってる。やらかしました、ごめんなさい。あ、でもこれでもいけそうな気がしますけど。3姉妹ってどうやって書くの。え、3、2、姉妹ほら、姉妹。どないもしてないよ、何もやらかしてないよ、田中ちゃん。ありがとう。イエイイエイ。じゃあ次引きますね。何も起こってないので。何も起こってないので。ではでは、次、まさしくん、ありがとう。まさしくん、三姉妹の感じがすごい。あ、みんな書いてくれたので優しいね。次、くん続き、つーくん、まさしくんで、まさしくん、どん。おー、かわいい。これもいいね、やっぱこの色合いも良かったね、うん、めっちゃかわいい。
ニーテールです。ポニーテールレア、めちゃくちゃレア。やっぱポニーテール好きだわ、みんな。いい感じ。よしよしされたんだが、テレテレ。まさしくん、にっこりありがとう。いるかな？パスです。どうぞ。誰のまさしくんだろう。うん、みんなの、みんなの。じゃあ次行きます。次、あ、いるかもしれない。次はポニ太郎さん。ドン。ポニ太郎さん。ポニ太郎さん。ね、聞いたことあるな。私の。私は？私は？あれ聞いたことあるね。ポニ太郎、あ、ここにいる。ポニ太郎さん、ちょっと取り合いになってる？もしかして？取り合いになっちゃう。ポニ太郎さん。よし。修羅場起こった。修羅場や。ポニ太郎さん。よし。修羅場を作っているのはあなたです。ありがとうございます、森太郎さん。イエイ、ありがとう。どうぞ、パスです。どうぞどうぞ。もうすぐ終わりに近づいてきました。皆さん早いですね。ピーチーズピーチーズ、ありがとうございます。次行きますね。次はモンさんさん、ドン。モンさんさんいらっしゃいますか。モンさん、誰のモンさんさんだろう。あ、ラブラブ、これやば、これもいいやつや。モンさんさんいるかもしれん。ポニ太郎さん、ありがとうございます。モンさんさん泣くね、うんと。モンさんさん、いらっしゃいますか。何気に ED が映えるもん。ぎゅーぎゅーぎゅー、恋人つなぎというものをしてしまいました。この度、18歳初めて恋人つなぎをしてしまいました。ぎゅーぎゅーぎゅー、パスです。かわいいな。無理、かわいいよ。どんどん引いていきます。もう終わりに近づいてきてしまったので。ではでは、次、次は、小賀谷さん、ね、小賀谷さん、小賀谷さん、あ、さこちゃんの小賀谷さん、あ、さこちゃんが真ん中のやつです。おめでとう、おめでとう。小賀谷さん、モンさん、いや、今日はおとなしいだね。いつもおとなしいと。本当ですか。ああ、絶対羨ましいと思うけど。小賀谷さん、さこちゃん推しなので、私がラブラブしてて羨ましいと思います。しっ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 はい。小賀谷さん、ありがとう。イエイイエイ。ありがとうございます。私ゴッドハンドですね。あと何人ぐらいかな。あ、もう5人もいないです、多分。 1,2,3,4 4? 4? あれ、ここまでいった、ここまでいった。あ、本当だ、3だ、3じゃん、やば。3です、あと3人ですよ。皆さん、ラスト3人いきます。小賀谷さん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、次ドン、次はドン、和彦さん、いらっしゃいますか。誰の？誰の？和彦さん、聞いたことはある。お、けど、あるけど。私が真ん中の時期が取っちゃったわ。え、誰が一番手大きい？え、自分、絶対自分、これは。あー、でも、そうやったかもね。なんか比べたことあるくない？うん、大きいと思う。大きいよ。ちっちゃい。まだ成長過程。手でかいの？なんか手足大きい人、背が高くなるみたいな。背が高い。両手に鼻。私が幸せな時期でした。和彦さん、ありがとう。幸せ。ほら、ラブラブです。イエイ。
俺か俺なのかな、和彦さんですか、ありがとう、イエイイエイ、はい、パス、パス、パス、どうぞ、あと2人だ、にゃーん、あと2人だか、ツッツッツ、あと2人、でもこの人もなんか見たことあるっちゃ見たことあるかも、お、私はこの人は分かるよ。いやかったんだよね。あ、多分ありがとう和彦さんいたんだ。ありがとう。イエイ。三人の笑顔のエール交換。萌え。ありがとう和彦さん。ありがとう。ありがとう。次次は矢島さんいらっしゃいますね。私の矢島さんやっぱ。3枚あります、矢島さん3枚、あ、もうそこが見えてる、1、2、お、3、お、来ましたよ、ドン、縦、横、横、あ、これめっちゃ可愛い、あ、これもいいね、あ、これめっちゃいい、めっちゃいい、当たりましたね、おめでとうございます、矢島さん、やっほー、よし、ヤジウマさん1枚目めっちゃいいですよこれ、私のヤジウマさん、はい、いい、めっちゃこれいい、私も欲しいこれ、ヤジウマさん、ああね、めっちゃいいですよ、ありがとう、2枚目こちら、私目つぶってるやつ、ありがとう、矢島さんありがとう、お、ありがとうございます、どん、いいね、かわいい、これ謎、最後のは謎なチェキだけど、謎なチェキ、何ですかそれ、これなんかさこちゃんの髪の毛を髪の毛を盗もうとしてる、ありがとう、どうしようかな、にやり隣に押しがいるので小声でさきちゃんかわいい、あれれあれれあれれあ、いいよ、かわいいからね、仕方ない、矢島さん3枚目ありがとう、3、ありがとう、これはさこちゃんの髪の毛を食べようとしています、食べちゃいます、どうぞどうぞどうぞ、次が最後よ、カメラにアピールしよくね、この間は僕の髪の毛取らないでって、あなたの髪の毛じゃないから、縦も素敵ね、横も縦もいいですよね、あ、ラスト、ラストですよ、ラストですよ、ラストですよ、もう終わっちゃうよ、みんなどうする、だけ見つめとくね、お、ありがとう、ありがとう、ということで最後の一人です、いきますよ、最後は直樹さん、誰の直樹さん、お、ゆきりかの直樹さん、おめでとうございます、おめでとう、ということで、お、引きがなんだろう、怖いね、ザン、お、来ました、真ん中ではないけどゆきりかがめっちゃ可愛い顔してます、これは直樹さん、あ、2枚あった、最高だね、よかったね、安心、もう1枚ありました、なんと2枚あった、2枚、ドン、お、お、お、あ、あ、投げほっぺじゃん、投げほっぺだよ、投げほっぺポーズ、鍵締めおめでとうございます、直樹さん、イエーイ、直樹さん、ラストワンショー、ラストワンショー、直樹さん投げほっぺおめでとうございます、ゆきりかの投げほっぺイエイイエイ、どうぞどうぞ、おめでとうございます、投げほっぺはゆきりかの、あの四国の時もやってるけど、
なんかなんて言ったらいい、なんて言ったらいいんだろう、なんだろうね、切り方といえば投げほっぺって感じの、うん、ですね。めっちゃ投げほっぺ可愛いでしょ、めっちゃいいよね。あ、よいしょ、なんて書こうかな最後。チキン、よし最後、直樹さん、シャキン、ありがとう。イエイエイエイトゥンキン、はいどうぞ。直樹さん一番いい、シャキン、ありがとう。毎日投げほっぺすると小顔になる、ほんとなるよ、だってほっぺなくすもんね、なるね。いいですね。お、ではでは、なんか時間が早く終わったのでね、遅れてきて自分もチェキ頼んでたけどちょっと見れんかったって方いますか？チェキが見れなかった。なんと神対応のスタッフさんの粋な計らいによりお見せできます。チェキを買ったけど見れてないって方いますか？みほりんちゃん顔面強い、ありがとう。誰かいますか？あ、あみつさん、そう、あみつさん鍵開けでしたよ、ありがとうございます。あみつさん3枚もある、しかもパスパス、ありがとう。3枚あるので1枚目しか見せられないけど、どう、あみつさんこんな感じでした、ありがとう。見れてないよ、小顔、ありがとうございました。で、他にもいますか皆さん。そう、鍵開けだったから見られなかったですよね、かわいい。ぜひお楽しみに、あと2枚はまだ見えないけどお楽しみに。ありがとうございます。パスパスパスしていってください、はい、いる？みんな、うん、見れなかった。お、あ、韓国語、アニョハセヨ。無限でも見てて楽しかった、だってよかった。お、いる？ありがとうって言いたいね。いますか？呼ばれたかな？あ、誰か呼ばれたかなって書いてる。声が喉カスカスだ今日。心に刻みましたか？よかった。スクショタイム。本名の下の名前。あれ、もしかして誰だろう。買ってないのがバレる。全然大丈夫です。会いに来てください。その代わり。ひろしさん。ゆうじさん。うん。チラチラチラママ楽しかったチラ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 、大丈夫ですかみんな。あー、みんなもうお別れの時間が近づいていますよ。いいですか？お待ち。全然皆さん、また今日無限でも楽しめたようで良かったですね。ねね、最後にそれぞれのカメラにアピールして終わる。でもこれって壇上読みとかは します、うん、先にカメラアピールした方がいいか。うん、大丈夫、そう、大丈夫か、知らん、大丈夫かな。うん、まあ届いたら見れるからお楽しみに。ということで、じゃあリキリカのカメラからアピールします。最後にカメラアピール、ありがとう。次こっち、ドゥン、ありがとう。次、最後、ありがとう。お餅、イエイエイ、ありがとうございました。わーい、待機中、やった。
可愛いやったということで、それぞれでランキングを読みたいと思います。ということで、じゃあ読むね。小声で読むね。ささやき声でこのカメラに向かって読みたいと思います、ランキングを。あ、なんかすごいギフト、イノケンさん、何これ、宝箱みたいな、ありがとうございます。最後はめっちゃ近めで、え、これタワーなの、ちょっとスクショしときます。お家帰ってお礼しますね。今日は実はあと村っ子もいました。ということでね、最後に、ランキングを読んで終わりたいと思います。ありがとうみんな、ジェロさん、イノケンさん、コウさん、あゆさん、ヤスベイさん、ありがとう、ギフトとかもみんな、あんみつさんもありがとう。ということでランキング読んで終わります。22位のみほりん賞はチョコミントリスさん、13位みほりんのジェロさん、12位大地さん、11位流通のおかみさん、10位ももたんさん、9位トイトイさん、よいしょ、8位タイさんと初段ボーイズさん、7位ユナイテッドさん、6位イノケンさん、5位あんみつアット鍵開けの田中美穂お嬢様推しさん、鍵開けおめでとう。4位渡辺さん、3位寝てるアットお疲れ様3人とも可愛かったさん、お、3人とも推しちゃってください。2位はあゆさん、そして1位はくまねパパとお疲れ様、ただ見てるだけでも楽しい時間でしたさん、嬉しい、よかった、そう言っていただけるのがすごく嬉しいです。ということで今日、あ、ちらっとイケリカが見えるけど、ちらちらオムラッコから、オムラッコももう連れてきたので楽しく終われましたね。イエイイエイ、終わりますね、ありがとう、バイ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 、ありがとうございました。またメールとか送ります、待っててね、ガチ好き、ありがとう。最後じゃんけんはチョキでした、ありがとう、ありがとう、みんな好きです。